はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いします。今日はちょっと撮影でボスにも参加していただいてます。よろしく。よろしくお願いします。っていうか、まあネタをね、提供していただいて。いやいや、このクソアチーノによって買ってきたさ。チャンネル思いで何より、ね。ありがとうございます。外気温ひどいよね。うん。いや、今日ね、買ってきてくれたのがこの3色。この GU のなんだっけ、イージーケアオーバーサイズシャツ、ゴブ袖。そう。の無地。イエス。いや、これ、ちょっと前に、ソエネチャンネルの方で、バッキーくんがね、そもそも見つけてきて、めちゃいいシャツあったってことで、ストライプを紹介させてもらってて、で、一応まあ、ボスとそんな話をしてたら、じゃあちょっと買って持ってくよってことで、今日無地の方を買ってきてくれて、で、自身も実はこれ、店頭で物だけチェックしてあったんで、気になってたんで、その、まあ、こちらのチャンネルでもちょっとお話しさせていただこうと。で、この横にある、これ今長袖なんだけど、比較のシャツというか、これは自身の購入品で用意したシャツになります。これが韓国のブランドのシャツなんですけど、この GU のシャツね、すごくできいいんだけど、シンプルなんで、まあ、ちょっとその辺も含めて、この GU のシャツと、韓国ブランドのシャツの、まあ、いいとこ悪いとこみたいなお話を、サイズなんかも含めてお話をさせていただこうかなと思います。ぜひね、最後までご覧ください。はい、それでまずじゃあね、この、今話題のこの GU の、イージーケアオーバーサイズシャツのゴブ袖。言えた？言えない。やばい。バッキー君っぽくなっちゃったけど、ちょっとね。それ。よかったね。編集俺だったら、噛むけど。で、サイズが、一応 L と XL で購入してきてもらってるんで、ここにちょっとサイズ着てるとこ出しますけど、結構違うよね。だいぶ違うよね。うん、もうパまあまあもちろんね、色味の違いもありますけど、そう。もう全然取った側とすると、あれ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 、でも一目瞭然全然だ違うじゃんっていう。そう、だから自身はジャストサイズが多分 L ぐらいなのね。うん、普段、その、だけどまあ GU の、サイズ感で言うと、基本的には XL でいいのかなと、うん。で、さっき XL こう着させてもらってるんだけど、うん、これあんのか？あるあるある。ある。2XL、3XL があるんで。オンラインがあるんだね。ある。うん、だとすれば。まあ、それぐらい外してもいいのかもしれない、ね。自身が買うんだったら 2XL でもよかったかっていう感じ。ああ、確かに。いう感じがしました。身長が170センチで、パンツが大体32インチぐらいなんで、まあ全然細身のタイプではないので、そのソエネチャンネルのね、バッキーくんとは全然違って、肩とかは、うん、張ってるもんね。そんなに落ちない。うん。バッキーくんは細身でスタイルもいいから、うん、肩がスッと落ちるけど、そうだね、あそこまで落ちる細身の方って本当に少ないと思うんで、うん、もう中肉中背のタイプであれば、まあ今日着た自身の感じが、うん、イメージ的には近いのかなと。そうだね。うん、だから店頭で売ってるのはね、XL がマックスなんで、そうそう、まあ、それを参考に、まあもう少しオーバーサイズがいい方だったら、まあオンラインで。うん、そう、うん、着方にもよると思うけどね、やっぱさ、うん、これ生地すごい綺麗な感じだし、うん、まあそこまでバカみたいに大きくする必要はないと思うけど、ね、ただ単純に自分が大きなのが好みなだけの話なんで、うん、そこは全然好みでいいと思います。うん、もうソエネチャンネルの方でもちょっと話をしてるんですけど、以前あったモデルと大きく違うのは、前立てがこの肥沃になって、うん、よりこう綺麗めな感じが増してると。この肥沃もちょっと細身のね、うん、シャープな感じの肥沃で、ちょっとデザインシャツっぽい雰囲気に仕上がってます。で、襟も、この表にステッチを出してないので、ちょっとこうやっぱりデザインシャツの匂いが強い縫製の仕上げになってるんじゃないかなという感じです。で、生地がストライプとちょっと違って、この綾織っぽい、ダイアゴナルっぽい生地に、なってるので、その辺の質感、素材感っていうのも、ちょっと表情としては差があるのかなと。いや、でも、この質感はさ、ポリエステルコットン、うん、で、表現してることがやっぱりなかなかやっぱりすごいし、そう、これが一応ポリエステル65で、綿35なの、うん。そうだよね。昨日ね、ちょっと、実はその GU さんの売り場に行って、うん、関係ない商品もいろいろ見てきたの。はい、はい。要は、この、いわゆる、不白って言われてるそのシャツ、うん、生地みたいなものとかのシリーズのもので、レディースのワンピースとか。はいはい。やっぱね、コンボ率で言うと、このやっぱ65、35っていうのが意外と、
ゴールデンなんだね。っていう感じだった。昨日見たやつはね、ちょっと質感いいかな。で、メインの今アイテムなのかなっていうものは、なんかそんな雰囲気でした。その面 100% にしちゃうと、そうだね、どうしても表現できないっていうところで、このイージーケアっていう部分も含めて、この素材感になってるのかなと。で、気になってるのは、白とベージュはいいにして、この黒ね。うん。いや、これがさ、ちょっと綾織っぽい感じだから、洗っていくとしらけないかなと思って、ちょっと。ああ、なるほどね。うん。一回や二回じゃもちろんならないと思うけど、うん、繰り返し洗ってもらった時に、表情変わらないかなと。で、ごめんなさい、これも本当今買ってきてもらったんで、洗濯してないんで、ちょっと洗濯の話が今はできないんですけど、そう、それがちょっと黒は気になるかなと。まあ別にこれに限らないけどね、黒無地。だけど、意外と大丈夫かな。でもちょっとその辺だけ気になります。そうだね。うん、どうしても天日干しするから、なおさらね、うん、これからの時期だと、うん、紫外線もダメージも大きかったりするんで、もしかするとその可能性は高いかもしれないですよね。うん、まあでもさ、1690円でこのクオリティだからさ、ね、バッキー君の紹介してるストライプもだし、この無地も、うん、やはりその、各ね、YouTube やられてる方もだし、うん、注目されるのも、わかるなっていう感じのシャツ。ひよくになる前のやつは、ソイネチャンネルでも、うん、こっちのチャンネルでも、全然ノータッチで、二人とも何にも話にも出てこなかったの。だけど、いざ見たら、ほら、素材は同じなの。ああ、でも、だから、全然表情違うよね、素材のね。やっぱなんか、ストライプももちろん幅の問題とかいろいろあるけど、このひよくになったデザインっていうのはすごく大きかったんじゃないかなって。無地同士で見ても、いやサイズ感も同じだよ。サイズ感もそうだよね。同じ。一瞬わからなくて、細かく見なくて手に取ってたら、あれこれ違うじゃんと思って。そうそう。だから確かに今セールになってて、寝言感になるやつもあるけど、値段が、プロパーでもこっちの方がおすすめかなって感じ。っていうことで、この GU のシャツめちゃめちゃおすすめですって話で終わると、うん、他のチャンネルと何も変わらないし、いや、言っちゃうと、うん、こんだけ褒めておきながら、買ってないんよ。そうだよね。自身で。嫌いだもんね。いや、そんなことやめてよ。敵が増えるから。そんなことないよ。いや、語弊があったね。好みというか、スタイルに合わないからね。そう、GU さんの商品って、こちらのチャンネルとしては、ゴルフウェアとか、実用品としてすごく紹介させてもらってて、自身は、例えば仕事着でも何でもいいんですけど、自身の場合はゴルフウェア。なんかそんな形で、やっぱりそのギアとして使うものに関しての縫製とか、その作り込みの良さ、価格っていうのは、非常に魅力を感じてるんですけど、プライベートで着る洋服が、やはり海外のメーカーとか、その古着とかが多くて、どうしてもその逆にきっちり綺麗にあまりできすぎてるものを自身はあまり好まないんですよ。なので意図的にプライベートのそのファッションとして選ぶ方のものとしてはあまり買わないっていうだけの話で。だから今回のこのシャツもすごいいいのはわかってるけど、あえて自身の購入品としてはないと。少し前にね、ちょうどこのシャツバッキー君が紹介する前に、この実はそう。もうこれ買って持ってて。スタジオにかけてあるの何これって言って。そうそう、撮影するタイミング伺ってたんだけど、まあちょうど比較するのにいいかなと思って、これ、長袖なんで、その袖の長さはちょっとね、参考にならないんですけど、やはり同じオーバーサイズの形状で、これね、韓国のブランドで、オープンザドアっていう、まあブランドっていうかショップみたいなんですけど、ものになります。でね、今、オープンザドアって言ったんですけど、オリネームはこのグラマーっていうのかな。タンがついてて。いや、笑っちゃうでしょ。いや、なんかこれね、いや、実は、商品詳細のとこに書いてあるんだけど、一応いろんなブランド扱ってるブランドだから、オリネームが違うのが行く場合もありますみたいなことが書いてあったの。ああ、ボディが共通で、各ショップごとで、ボディが違うよ。いや、だけどね、まあ言い方悪く言うと、ただの、そのコスト削減の。そうだよね。OEM 的な話。そう。じゃないのかなと。それを手よく言ってるだけで。まあ、あんまりちょっと深くを、実際細かいとこ追求できてないから、あくまでも推測でしかないんで、あんまり言っちゃうとあれなんだけど、まあ、かなり雑だよね。まあね。そういうところがね。そうだね。そうそう、まあ、雑。そういうとこが、ま、スピード感とかにもね、現れてるんだろうなと思うけど。そう。先に悪いとこ言っちゃう。うん、で、これが、ポリエステル 100%。なんですよ。多分。なのに、
品質表示は明白がついてる。で、同じのの色違い無地同じ品番で黒買ってるんですけど、こっちは、コットンっぽいんだけど、ポリエステル100の品質表示がついてるんですよ。もうめちゃくちゃなんですよ、そういうところも。いや、だからね、いや、今回いくつか、韓国ブランドの洋服買ってみて思ったのは、まあ、そういう雑さは半端ない。もう、その品質的なとこ、縫製も雑。縫製もすごいよ、ね。だってね、簡単に言うと、例えば肩の、もう国内のシャツ、その GU さんとかユニクロさんじゃありえないんだけど、国ステッチがちゃんと入ってて、補強が入ってるわけ。これが普通だと思ってる。そうでしょ？なんだけど、もう内側で縫い付けてるだけだから、ここ。ステッチも何にもない。T シャツとかと同じ。縫い付けが。はい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 。だから、そういう雑さは、もうね、追求してないです。そうだね。雑さというか、クオリティは。なんかだから、よく見れば、そのシルエット感をね、出すんだったら、そっちの方が、いいのかなっていう、うん、そういう。いや、言い訳言えば、いろいろ、こじつけはあるかもしれないけど、でもコストが安いこと確かだから。まあそうだよね。言わないんだから、まあそうだね。当然、そうなりますよね。そう。でも、なんでこ、まあもちろんほら、こんな細かいところまで分かってて今回購入したわけじゃないんですけど、これがね、値段が、商品自体が3710円。結構いい値段するんだね。いやいや、それはでも、先に GU さんのね、あ、まあそうか。そうそう、話をしてるから。でも、これ3710円。そう、国内のファストファッションに比べると、はるかに高いんよ。そうだよね。値段設定、今言うように。まあ、いや、わかる。その感覚はすごくよくわかるし。うん、で、これが、2枚ちょっとまとめて買っちゃってるんで、あれなんだけど、2枚で、手数料とか。これ、バイマで買ってるから、バイマの手数料とかが入って、8122円。だから1枚約4000円ですね。なんだかんだ、込み込みでね、送料とか。で、それでも、前身頃がこんだけ短くて、うん、後ろ身頃こんだけ長くして、これ、肥沃にもなってないし、前立てもつけてないんだよね、ちゃんとした前立ては。ステッチだけが入ってるだけで。もうかなりシンプルに作ってある。もう、シンプル雑に。で、一番の特徴はね、この袖の作りなのね。カフがめちゃめちゃ細くて、うん、で、ボタンがこんな感じですごく幅広くついてるんで、着用の画像は、ここ閉めてるの。ああ、一番ミニマムにしてる状態、ね。そうそうそう。にすると、こう。まあ、普通のこうなんか、バルーンっぽくなるって感じなんだ。そうそうそう。だちょっとジャケットっぽい感じで、羽織で着るときは、こう外し、広い方でしてもらえば、袖がストンと落ちるんで、こういうなんか、デザイン企画力というかアイディアは、なかなか優れてるなって思うし、そうだね。そう、ここまで思い切ったデザインにしないじゃん、国内のファストファッションだと。まあ難しいよね。うん。だって、一応これフリーサイズでやってるからできるけど、ここまでやって、サイズ完全。サイズ揃えてってやっちゃうと、なかなか、しかも、癖がありすぎて。そうだね。そうそうそう。好みがやっぱり。まあ、すげえドライな言い方をすれば、売れる見込みがないと、やっぱり物は、ね、そう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 、あの値段で作れない。そう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 。だから大量に作ってこそだから、うん、だからその作ってる数のベースが全然違うのと、うん、そう、だけど、さっき言ったその、自身が着る洋服の感じには、このぐらい雑な感じでちょうどいいかなと思って。考え方だと思うんですけど、そのクオリティ感とか安心感みたいなものを求めるんであったら、もう絶対、これ毎回いつもそういう比較の話するときに言うんだけど、国内のユニクロさん、GU さんにはもう勝てないと思う。ファストファッションに関しては。そうだね。もう、H&M とか、うん、ザラにしてもね。そうそう。で、以前あったフォーエバーとかもそうだけど、うん、もうその、クオリティ感に関しては、もう国内のその GU さん、ユニクロさんにはもう間違いなく勝てない。そうね。そう。でもその代わり、そのアイテムの展開の速さだったりとか、うん、面白さっていうのは、やはりあるし、これイージーケアじゃない、うん、すごい今のユニクロさん、GU さんってイージーだと思うんだよね。だからそのケアもイージー。で、はいはい、購入もどこでも買えてイージーだし、うん、で、スタイリングもシンプルだからイージーじゃない。うん、いろんなことがイージーで簡単に、どなたでも、できる、買える、着れるっていうのがいいところだと思うんだけど、うん、ってことはね、僕らみたいなおじさんから若い子まで着てる、うん、どこでも誰でも着てるものが、そんなにいいのかって思っちゃうと、うん、ファッションの考え方としては、ちょっと面白みに欠けるじゃんっていう。うん、だからそういう方には、こういうちょっと韓国のブランドとかも面白いものがあるんで、ちょっと見ていただくといいんじゃないかなと。だってさっき言ったように届くのにはさ、2週間。そうね、こういうことで話してないかな。バイマって購入すると、海外から直送なんで、
2週間までかかるんですよ。出品者がいて、ブランドに手配をして、そこに届いて検品して日本に送ってくるんで、だいたい2週間以上かかるのが多いんですよね。ただ韓国の場合は、関税かかんないのが多いみたいで。ああ、まあそうだね。協定上確かにそう。そうそうそう。だから何もかかんないのかな。だから、ちょっと俺が買ったのは何もかかってないんだけど。だから、そういうところも、金額的に余計な金額かからないし、いいんだけど、そうそう。どうしても時間とか、そのさっき言った素材が細かいとこわかんないだとか、いろいろデメリットがあるんだよね。だから、まあちょっと冒険するところはあるんですけど、まあそんな冒険もしつつ面白い服欲しいって方には、韓国のね、ブランドに、もうちょっと目をね、向けていただけたらいいんじゃないかなっていう比較の動画にさせていただきました。本当は選び方は人それぞれだと思うので、そう。何を良しとするのか。まあそんな形で今ね、この本当に自由のシャツはね、いろんなところで取り上げられてるんで、まあそんなことも踏まえてお選びいただけばいいんじゃないかなと思います。まあ1690円ですかね。悩む必要もないって思いますけど。初めて買いましたよ、自由のシャツ。でもまあシンプルだしさ、その、さっき言った秋も来ないから、そうそう、どなたでもっていうのは間違いないんで、サイズだけ。そう。なんでちょっと店頭でね、着れるサイズでいけそうな方はぜひ店頭に足を運んでいただけたらなと思います。はい。ということでね、今回は、このジユさんのシャツと自身の購入した韓国のブランドのシャツちょっと比較みたいな形で動画にさせていただきました。まあ本当買い物の仕方は人それぞれだと思うんで、ちょっとね参考にしていただいて、また次回以降もちょっとご覧いただけたらなと思います。はい、ということで本日はね最後までご覧いただきありがとうございました。今日もねボス提供していただいてネタを何また肝心なの感謝を述べる気がないのか、まあ、ネタを提供していただいて、ありがとうございました。こちらこそ。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。